慶応2023年の問題を説明します。総裁容器に2モルと水素 0.8モル、2モルの水素と 0.8 モルの大津を入れて27度 C 圧力を 2×10 の5乗パスカルしたと。で体積はどうなるかと。これは PV イコール MRT なで、この V を求めると P は 2.0×10 の5乗で、これは 2.8 なで、 R は野菜やな、野菜と。の温度が、何度でしたか、300K な。で、これで解く、と、V1 が出てきます。V1 は 3.49×10 の、1乗リットルとなります。操作2番、体積を一定に保ったまま容器内部の気体に2点加して完全燃焼させたところ、温度87度Cしたと。で、圧力 P1 で一定になったと。で、この P1 を求めなさいという問題やな。これはね、PV イコールまだ MRT が、先ほどこの H2 と、O2 で、これが 0.2 モルな。2で、こっちが O2 が 0.8。で、燃焼後はね、燃焼後は、O2 が全部なくなるから、2分の1 O2 やから、これが 1.6 反応するな。 0.2 で、こっちが0になります。で、H2O はね、H2 の倍ができるので 0.8 モル、こうなるな。 0.0 だから、操作に十分時間かけるのは H2 のプッシュ数量、A というのは、これは 0.4 モル、これが A な。で、次、分圧 B を求めなさいと。分圧 B を、求めなさいというのは、これは、この P の H2 を求めなさいと言ったけど、この体積をさっきやったやつね、さっきやった 34.9 で言ったな、これは 34.9、ね。で、N、N はこれは 0.4 な。0.4 で、これは野菜と。温度はこれは273プラス87、かこれは入れて計算するね。計算したら、これ QH2 は 3.42×10⁴ パスカル、ここで出ますからね。ここで出ると。で、H2O のモルを出すんですけど、これはもうこれ最大限87度 C ではこんだけしか気体になられへんな。で、この液体の圧力の時、これ水蒸気は何モルになっているかちょっと調べます。で、これ調べたらね、PV イコール MRT で、これは、気体の H2O。で、この P は、何度かというと、これは 6.3×10⁴ かな。この P、これはもう最大限水蒸気になれる量と。で、V が、ね、決まってて、V は 6.3×10、V は 34.9 かな。V は 34.9 とか。34.9 リットル。で、MRT と。で、この M、水蒸気になる H2O を求めると。で、かける野菜という温度が、273360K か。で、これで、NH2O を出すと、これがね、いくらかというと、これは NH2O 0.734モル。残ってる液体の水はね、これは 1.6 から 0.734 聞いてるな。これ全体が 1.6 やから、これが 8.66×10 のマイナス1乗モルと。こうなんですよね。これが液体。これが、液体の H2O。で、最後、V3。体積。V3 以上で容器内の H2O は、すべて液体になったと。で、これはね、V3 が 1.6
6.3×10⁴ か。でこれで 6.3×10⁴ 乗。PV イコール NRT にしてんな。PV イコール NRT で、で、1.6、これがもう水が全部水蒸気になった場合は対するどうなるかということなんですけどね。でこれは、どうしたらいいか。V は ×2.68 か。1.6×10⁴ こうやな、これで、三角、V はかける2.17×10⁴ か。だから、こんな形になるんです。D はこれで。これは V3 ね、V1 というのを出してんけど、この三角が、これが、丸がこの、27度 C だけどな。で、三角が、360K の時計。で、この V1 の値をこう、こう出したら、その、値だけを除いていくな。で、こんな形になります。はい、終わりました。